おはようございます。あ、おはようございます。今日は休みですか？うん、休みやね。これ何食べてるんですか？ウニ小粒、ウニ味のなんかスナックみたいな。沼田さん、美味しいもの持ってきましたよ。初めて見るけど、これ何？え、知らないですか？いや、分からへん。それ、フルーツらしいですよ。フルーツね。ちょっとどうやって食べるか分かんないですけど、食べてみてくださいよ。一応、皮を剥いたら食べられるみたいですよ。あー、皮剥くやつね。うん、ちょっと待って。いや、あのウニ小粒のウニがこうちょっとウニ感結構張り付いてるからちょっとコーラで浄化しない。はい、これ何なんですかね。いや、何やろこれ。どこの国？なんか南国か。うわ、なんか綿みたいなでいいよ、綿。ほら、え、どれどれ。皮むいたら、うん、こういうもんなんかな。腐ってるとかじゃないの？腐ってはいないと思います。さっき買ったばっかりなんで。ああ、なんか皮めっちゃ剥きづらい。逆か、逆から剥くんか。これこっちから感あってんけど、あんま関係ないんじゃないですか。関係ない。めっちゃ皮剥きづらいんやけど、なんか全然綺麗に皮剥かれへん。めっちゃ丁寧、ちょねちょなるよ、これ。やばいって、めっちゃ汚しいよ、これ。地味。地味やな。地味な絵なんすけど。そんなの、いや、これだって、豪快に食い言うてもさ。なんかめっちゃ剥きづらいねん、とにかく。ねちょねちょやし。もうそれ。うん。よくスーパーで見るんですよ。なんてやつ。それ後で言います。もうそれかぶりついたらいいんじゃないですかね。あ、これで。うん、綿の方見せて。あ、なんかここら辺微妙に綿みたい。それ食べられんの？わからん。ちょっとかぶり。うん、うまい。やば、これうまい。うまい、甘い。甘い。ちょっと断面なんかエグいな。うん、グロい。これだってなんかあのビオランテのなんかこうあれっぽい。え、それビオランテの子供ですか？なんか口の中こんなんじゃなかった、あいつ。なんかエグ。村田がビオランテ食べてる。ゴジラ細胞摂取してな、俺も強なろう思って。うん。これがパーッつって、あの女の人のこう顔が映って終わってな。まあでも美味しいんや。美味しい、美味しい。普通にうまい、甘い。それはイチジクでした。え、イチジクなんこれ。うん、